プルです。スプラトゥーンに出てくるインクリング、イカちゃんであったりとか、8号みたいな人型のオクタリアン、つまりタコっていうのは、インクをかけられたりとか溶けたりとかしてしまうと、まあ、中から魂のようなものが出てくるんですね。はい、これ普段のバトルでも出てきます。で、飛び散っても一応スタート地点とかに魂が戻ることで復活ができるんですけれども、この魂一体何なんでしょうかっていうのをちょっと考察していこうと思います。まあこの復活っていう現象は多分メタ的、まあ要するにゲームとして成り立たんからっていう意味合いが非常に大きいとは思うんですけれども、今回はちょっとそれ抜きで世界観的な視点から生態を考察してみたいと思います。まあ、ちょっとおさらいしていきますと、インクリングオクタリアンは体が溶けたりとか爆発すると、まあ、つまり死んでしまうと、こう魂みたいな光ってるちっちゃいイカちゃんタコちゃんがあの天に昇っていくんですよね。まあ、そしてスタート地点、まあ、リスポーン地点とか、あとはチェックポイントに魂がこうヒューって吸われていって、まあ、肉体を再構築して復活します。これが例えばできないっていう風に考えられるネルシャの内部とかでは、まあ、本当に8号とかは死んでしまってるようなんですね。はい、またですね、あのサーモンランの現場ですね、あのシェキナダムであったりとか、ドンブラコみたいな場所では、こう死んでしまうと、飛び散ってしまうと浮き輪に魂が残されて、まあ、助けて助けてという風になってます。そして味方からのインク補給によって、まあ、復活するという仕組みになってますね。この魂がですね、いわゆるこの死とか再生に関して深く関係していることは、まあ明確な描写なんですけれども、具体的にこの魂の正体が何かということが語られることはまあありません。ということで、まあ、生き物ってそもそも何をもって生き物というのでしょうかというところをちょっとおさらいしていくんですけれども、主にねこのような定義づけがなされてます。まずあの外界、つまり外と膜で区切られている、仕切られている。そしてあの代謝ですね、代謝を行う、つまりまあエネルギーを生み出したりとか、エネルギーをの流れを作ったりとかっていうことを行います。そして3つ目、自分の複製を作る。これまあ我々分裂的菌やんけってなるんですけれども、まあ子供を産めるかとか、そういうことですね、子孫残せるかっていう話ですね。だからまあウイルスとかは例えばあの生物と捉えられたりとか、生物ではないと捉えられたりとかしてます。この定義で言うと曖昧と、あとはいわゆるよく SF とかで見る情報生命体とかも、あのこの定義でいくと外界と膜で仕切られてるわけじゃないですから、まあ生物とは言いづらいというところで、まあ今のところはこの定義がされてるってことですね。じゃあ個人の定義って何かっていうと、これも結構曖昧なんですけれども、遺伝情報とか記憶っていうのがまあ最も分かりやすいかなと思います。これに関して例えばドラえもんのどこでもドアの話とか有名だと思いますね。どこでもドアガチャって開けた瞬間に、まあ今までの肉体は死んで全く同じ肉体が再構築されている、それは個人と言えるのかみたいな話ですね。でインクリングは、まあ、話戻すと体がなくなった上で復活してるんで、まあこの再び生き物の定義を満たすための情報とか仕組みがあるっていうふうにまあ考えられますよね。はい、じゃあ逆に死の定義って何でしょう。ほとんどの生き物はまあいずれ死んでしまう、まあこの動画をご覧の皆様も我々もいつかは死んでしまうわけなんですけれども、おそらくね、あの医療技術が急激に発達しない限りは、この死の定義は何でしょうと、まあいろんな視点があって明確にはなってないんですけれども、一応法律ではねこういうふうに判断されてますと。でまずあの人の死に関してあの規定している法律およびその他の規用に適用に際し、法律的に人の死とは脳の機能が完全に停止して蘇生不能な状態に陥ったことを言う。でまあその判定は医師の医学的経験に基づいて行われるっていうことですね。つまりどういうことかっていうと、元に戻れるっていうことは死ではないんですよ。だから体がバラバラになろうが、ね、我々があの細切れになろうが、元に戻れるんであれば別に死ではないということですね。ということで、まあ、例えば記憶を失っても死とは言われないですよね。あの比喩的な表現でなんか死んでしまったも同然やみたいなことを言う時はありますけれども、そういうのを抜きにすると、まあ、死んだとは扱われないということですね。だからあの記憶っていうのは、まあ、前項のいわゆるあの個人の定義にはなかなかなり得ないっていうのもあります。っていうことは、まあ、人間基準で考えるとですけれども、インクリングは蘇生できてるんで、まあ、明確に死ではないということになりますね。で一旦整理してみると、生き物の定義はまず動いて繁殖するものですね。そしてまあ死の定義はそれらの機能が停止して復活できなくなるということです。まあ、つまりインクリングは動いて繁殖している生き物ですし、
復活しているので、まあ死んでない、普段のバトルで死んでることはないということですね。これを踏まえて考えてみると、なかなかちょっと2つの仮説が立てられます。まず一つ目なんですけれども、魂の正体は液胞と脳が合わさったものということですね。これイカは魚が持ってる浮き袋っていう、まあ空気が入った袋とかがないんですけれども、塩化アンモニウムを蓄える液胞っていうものがあるんですね。要するにこの液胞って、まあ、あの器官としてあるんじゃなくて細胞レベルに小さいものなんですけれども、意味合いとしては体を軽くして水に浮くようにするための機能ですね。要するに浮きすぎてもダメ、沈みすぎてもダメっていう中間を保つためのものです。これがいわゆる脳細胞と一緒にくっつくようになって、例えばヘリウムガスみたいに極端に軽いもの、空気よりも軽いもので満たされた、言うたら地上の浮き袋のような器官が魂っていうことですね。だから体の中に言うたら風船があるというイメージですかね。でまあこれを自由に膨らましたりとか縮めたりとかできるからこそ、浮いたり沈んだり変身したりできるということですね。でこの理屈でいくと、インクリングの体はほとんどインクでできてるっていうことになりますね。はい、だから以前はインクは微生物じゃないかって話をしたんですけれども、そこに加えてなんか体の細胞とかもいろいろ混じっとるということです。まあ、もしくは例えば体の組織がインクでくっついてるっていうイメージですかね。なんか各細胞があって、それがまあインクっていう接着剤みたいなものでくっついてるっていうイメージ。実際まあ現実にはないけれども、フィクションの世界とかでコアさえ傷つかなければ復活できるっていうのは不死身系だとよくある話なので、まあ一つ普通に脳みそコアっていうのが考察仮説として立てられるかなと思います。でもう一つ、これ結構突拍子もないんですけれども、インクリングのそもそもの本体は装置の中にあるっていう説ですね。つまり本体から分身を生み出して分身同士を戦わせてるっていうことです。はい、実際オクタリアン、まあインクリングは違うんですけれども、タコオクタリアンは単位生殖、まあ分裂みたいな生殖も、有性生殖、まあつまり交尾をしてっていう生殖も一応できるんですね。まあ有性生殖に関してはおそらくっていう話ですけれども、それにまあオクタリアンの進化前であるタコっていうのはニューロン、まあつまり神経細胞、まあ言うたら脳が全身にあるみたいなイメージで、体の全部が脳みたいな体の構造をしてるんですけれども、もしインクリングがタコに近い方面に進化していた場合っていうのは、このように分裂することも可能ということになりますね。はい、実際いやオクタリアンの体に近い形で進化するっていうのは、現実でも収束進化って言って、似たような状況にいる生物は似たような進化をするっていうのがあったりします。でこれに関してはまあプラナリアとか有名ですよね。切っても切っても再生することができるプラナリアが、まあ自分の体をちまちま切り取って縄張りバトルしてるみたいなイメージですかね。ちなみにプラナリアは初めて脳を獲得した生き物らしいですね。はい、もう頭が上がらんとプラナリアには。でこの場合の魂の正体なんですけれども、さっきの風船説とはちょっと違いますよね。っていうよりまあ風船みたいなものではありつつも、分身なんでそこまで重要な器官ではないということですね。分身して改めて個体ができた時にまあ中心として生成される器官っていうイメージですかね。だからということで、復活っていうとまあ非常にメタ的な意味が大きいんですけれども、いかがだったでしょうかね。まあ突き詰めていくと結構体の仕組みがわかるっていうのが面白い話題だと思うので、今後なんかこの魂に関しての考察であったりとかもそうですけれども、何か説明があると面白そうですよね。はい、まあインクとかがね追加で説明入りましたから、そういうのがあると面白いですね。まあそもそもね、死っていうものはもともとなくて、後から生き物に追加された機能なんですよ。で例えば同じ個体が無限に増殖していくと、それこそ多様性に富んだ生き物じゃなくなっていくんで、何かあった時にやっぱ対応できないと、寒さに弱い生き物ばっかりになってしまうと、まあ氷河期とか来たら一瞬で全滅してしまうので、はい、そういうことを防ぐためにも死っていうのがプログラムされたなんですけれども、死っていう概念があることが生き物にとって一番いい最良であるとはまだわからないんですよ。っていうのも、自分はいずれ死ぬっていうことを把握できる生き物ってまあ多分人間が初めてなんですよね。死が怖い人がほとんどだと思うんですね、生きてる上で。でこの死っていうプログラムは死を認知できない生き物に対しては非常に有効だから、漠然と生きてしまうことがないから有効なんですけれども、ある程度知能が発達すると枷にもなるんですよ。まあ要するにどうせ死ぬからもういいやみたいな感じで、究極的に絶望な状況じゃなくて、
なんかぼやーっと生きてて、ああまあどうせ死ぬからとか言ってやる気がなくなるじゃないけれども、無気力になるとかいうことが起こりかねない。まあ逆にね、漠然と生きてしまうと、なんかやることないな、暇やなみたいな感じでそれはそれで漠然と生きてしまうっていうのもあるんですけれども、まあ最良の結果ではないんで。つまりインクリングとかオクタリアンは、そもそも我々が感じてるその死っていうもののプログラム、我々にある死っていうプログラムの先の部分に足を踏み入れてる可能性もあるんですよね。はい、まあ、だからここは、まあ、生き物はいずれ死ぬであったりとか、まあ、繁殖するとか、まあ、繁殖はしてるけれども、そういうなんか常識からちょっと外れてみないと見えてこない答えなのかもしれないですねっていうのはちょっと思いましたね。そういう意味でなんか、まあ、あくまで死ぬ前提で話しましたけれども、まあそもそも死のあり方を考えようみたいなところから考えると、魂っていうのはまた一つキーになってくるんじゃないかなとは思いますね。というちょっと難しいお話でしたけれども、魂に関してちょっと触れてみました。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。